気づかなかった。うわー、ま、気づかねー。違和感ない。俺ら全員負けです。視聴者もろとも気づかなかったんちゃう。これもうはい、ちょっと、はい、皆さん、こんばんは。うるさくてすみませんです。今日も特殊役職モッド入りを。このタイミングお茶入れるんだね。あ、七不思議出たよ、七不思議。七不思議のね、八個目。アマースカイの七不思議。昨日に引き続きなんですけど、両親が今私の家にいるので、あまりでっかい声が出せません。はい。まず両親にうるさくてすみませんって説明してから、うるさくすればいいんじゃないでしょうか。めんどくさいです。皆さん、今日は何の日かご存知ですか？なんだろう。なんだろう。わっ、わっ、わっ。お、うわっ。お、猫や。混沌創造神あるにゃー。アルニャ？ニャーだ。ニャー、そっか。はい、詩人でございニャース。いつか時が流れて必ずたどり着くから君に会えるよ。ゾゼズジゾザジザザアズズです。はい、ポンズお願いします。ニャー。猫ヒロシや。ポン業務連絡。本日もご来店誠にありがとうございます。本日の参加メンバーである瀬戸朝日様、瀬戸朝日様、現在連絡が途絶えております。直ちに中野地の方までご連絡をよろしくお願いします。まあ、寝てるね。寝てそう。絶対寝てるやん。おいっぱいなっとる、いっぱいなっとる。いっぱいなってるな。なんでこんなみんな用意できてんだよな。あの、本当に瀬戸朝日もね、ポン酢化してるんでね、ちょっと直していただきたいですね。いや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 、一緒にしないでくださいよ、こんな寝坊してこないなんていうやつと。ね。ピンポンパン。いや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 、なるか。こじれるか。しょぼすけーい。あ、メッセンだ。ゆうじさん。しょぼすけー。しょぼすけ？どこだ？え？え？誰かいます？いるやろ。クロスさん、アーカイブ。おい、メス。おい、メス。強いっすね。ここで白を取りましょう。バカ野郎、お前。メス。あ、でも来ると思う。あら。おい、いなかった。うわ、死んだ死んだ。だよ。メッスさんの真横で中野っちの死体が。あれもう夏用スケールだろもうこれ。メッスさんは。おめえ。メッス死んでるわ。ねこれメタバラしたよね。メッス気づいて。おいメッス気づいてよ。気づかねえよ。俺の声がなくなった途端に夏用が来ただろう。気づかない。ちゃんと声出さないとわからない。アイドルと一緒。はい、ウィンストン、はい、いいですか、もうスキップしても。はすいません、ありがとうございます。終わりました。何の話。仕込んでるね。ラーメンみたいに言うな、人のネタを。仕込んでるね。やばいね、ねねばねやほど美味しい。うまい、うまい、うまい。フフ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 
あんな人数いて俺やねん。いや違う、だからあの番長俺も俺が殺されました。プンってなったようには見えなくて、番長俺が殺されました。プンってなったように見えたので、ヤバーズだと思います。違います。バンプンね。そう、番長がいやええわ。いやオノマトペどっちでもええって。アホや。サワンピカ。求愛しとる、求愛しとるでこいつ。求愛してる。なんで助けできないんだろう。できるわけねえな。おい、おいメス。おいメスやめろお前。スケルスケル。やられたな。いや相方やられたな。死体じゃ分かんないけど。伝えちゃわかんないんだけど、夏ぴょんごめんなさいぴょんぴょんあなたにありました。なんか今日あれですね、猫かぼちゃ、やたらと猫かぼちゃ道連れにしますね。ねそうそうそう、結構もう 7-8% くらいの確率でねえ、めっちゃある。 7-8% 引く。7-8% は引く現象だな。7割8割ならわかるけど、 7-8% は引く。俺たちはさ、生まれてからもう出会っていたんだと思う。そう、考えは言葉となり、言葉は行動となり、行動は習慣となり、習慣は人格となり、人格は運命となり、それすなわち俺たちが出会えた奇跡ってことだと思うんだよな。平らな道でもつまずくことはある。でもな、人間の運命もそうしたもので、神い…運命じゃないんだから。そう、それは運命として出会えたから。だから、俺とお前が出会えたこと、それは奇跡って言ってもいいと思うんだ。だってそれは、どんな運が降りかかろうと、喜びに浮かれることないように、悲しみに暮れることないように、万物は逆転し、そしてまた運もまたいつか変わるかもしれない。そう、俺たちはそうやって誓ってきた。太陽の下には永遠なんてものは存在しない。やつは、人間はそれによって彼女の力を明らかに知るってことになるんだ。人生で本当に重要な瞬間は手遅れになるまでわからないもんなんだぜ。なあ、感じまったけど、そんなのも気にしないで、俺は永遠にここで愛を語るとする。愛っていうのさ、難しいものなんだ。時に厳しく、時に優しく、そんなものが愛だって俺はつまり思ってるんだけど、お前はどう思う？そう、愛っていうのはさ、やっぱり難しいから、俺の中で愛はなーが、すげー語る。なてててボケてます。言ってない言ってない。なんか職員室みたいな、なんか椅子の。メイさんでしょ、入ってんの。メイヤーメイヤーないな、今日。おかがった。あー、怖ー、なんやろー。ちょっと、次ちゃんとお話しまあ、まあ、まあ、まあ。ちょっと。メイヤー、おい。誰だ。ポンズてめ。メイヤーが入れてたらやばいって。バカ野郎は。メイヤーじゃないです、私は。天才ですよ。トレに2票入れてんだろ。天才です。天才だ。そこに座りなさい。はい。天才だ。音楽の件について。はい。どう考えてんだ。天才をなすりつけてるメスさんが悪いと思ってます。じゃあ。役職公開が楽しみだな。はぁ、ねえのかよ。正解ねえのかよ。なんか何もないんだ。何もなし、何もないんかよ今の。どこもかしこも展開なかったわ。何も起きてないんだ、どこでも。
ちゃう。そう。僕は詩人さんから言って、待ってちょうだい。待ってちょうだい。いや、食べるつもりはないけど、詩人さんはすぐ後ろで死んだよみたいに言ったのは。いや、それを言うなら、死人がそんなになかったメスさんの情報を出したチュアンさんの方が主っぽいと思うよ。言わなくていい。待って待って、今だって、そんなみんなとたくさんすれ違った中で、私が殺すわけないから、どうしてなんでなのよ。どうしてなんでなのよ。どうしてなんのなのよ。なんでなのよ。なんで俺こんな信頼度ないのよ。ないよ。かわいそう、なんかちょっとかわいそうなっちゃったな。どうして俺こんな誰にも信頼してもらってないの。俺の信頼度って一体何なの。大丈夫大丈夫大丈夫。ほら見てみろ、前を見てごらん。こんなにも仲間がいるぞ。一人じゃないよ。一人じゃないぞ。みんな。一人じゃねえよ。ありがとう。これが本当の愛なんだね。なあ、恋と愛の違いって知ってるか。恋と愛の違いっていうのは、一人でも成立するのが恋。二人必要なのが愛。理由を作って会うのが恋。理由もなく会えるのが愛。伝え方に悩むのが恋。伝えなくても伝わるのが愛。そうだろ？違うかい？福原？やっぱり福原は愛。星野源が踊るのは恋。そういうことだ。しょっぱい時は恋。そして好きなのが愛。いいか？わかるか？みんな。これが愛と恋の違いなんだ。大塚？それは愛。ただし大塚にはもう少し違うパターンがあって、大塚美容整形外科ってのもあるの。それ関係ないでしょ。何が起きてる。仕事で申し訳ないんですけど、私自分なりに仕込んできてて、卵確かに卵の花になってる。本当だ。知らない。気づかなかった。気づかねえ。違和感ない。卵仕込むなよ、そこ。卵の花だった。全然気づかなかった。皆さんが勝ちだ、これは。俺ら全員負けです。負けです。視聴者もろとも気づかなかったんじゃん、これもう。卵のみ持ってきたよ。卵になっちゃった。